これはエコーチェンバー効果と言いまして、自分たちの意見が絶対的に正しいかのように錯覚して、そして他の意見や情報に耳を傾けにくくなるんですね。皆さんこんにちは、サンリンです。今日もありがとうございます。もう2024年が始まって1ヶ月経ったんですね。早いなって感じですよね。来月2月は10天体巡行期間の真っ只中ということもあって、物事が滞りなく進みやすいラッキーな期間です。10天体巡行期間とは、西洋占星術の太陽、月、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、そして冥王星の全ての惑星が同じ方向に運行している状態のことを言います。この10天体巡行期間は気持ちの面でも変化が起こります。意識が外に向けられて、自分の気持ちや本音をうまく伝えられたりだとか、表現力やコミュニケーション能力も上がりますので、他人とも心が通じやすいと言われています。宇宙からのボーナス期間ともいえるこの10天体巡行期間には、新しいプロジェクトをスタートさせたり、夢や目標に追い込みをかけたり、そして人間関係を広げるのにもいい時期ですので、いつも以上に行動範囲を広げていきたいですね。ということで、今日はまずは2月の開運日と占星術の情報をまるっとお伝えして、そこからこの2月全体の重要なテーマも発表したいと思います。それを踏まえて、2月の開運アクションと要注意なことについてもお伝えします。2月といえば、東洋の占星術である九星気学とか陰陽五行の世界では、立春、2月4日が運気運勢の切り替わりポイントとされていますので、東洋の考え方においてもとっても重要な1ヶ月になります。それでは2月の開運日と占星術の情報をざっと見ていきたいと思います。2月3日、大安と節分、4日が立春、そしてエンジェルズゲートとも言われています。そして5日に水星が水瓶座入りします。7日一粒万倍日、8日虎の日、そして10日が辰の日でもあり、水瓶座の新月でもあります。11日巳の日、12日一粒万倍日ですが不成就日です。そして13日には火星が水瓶座に入ります。14日はバレンタインデーですね。僕はこの日はポルトガルにいるんですけれども、日本と違って欧米では男性の方から女性にプレゼントをする日ですので、僕は今年はチョコ一つももらえなさそうですね。17日金星が水瓶座に入ります。19日一粒万倍日、20日虎の日なんですけれども不成就日です。22日が辰の日でもあり、222のゾロ目の日です。23日が巳の日、そして水星が魚座に入ります。24日が一粒万倍日でもあり、乙女座満月でもあります。2月はこんなスケジュールになっています。では2月にやってくる各開運日について、これもざっとおさらいします。一粒万倍日は、一粒のもみが万倍に実ると言われているとても縁起のいい日です。開業したり、お店を開いたり、新しく講座や習い事を始めたり、そんな風に新しいスタートにはぴったりの一日です。この日に始めたことがきっかけとなって、いつか大きな成果が期待できると言われていまして、最近では芸能関係の方がこの一粒万倍日に入籍をしたり、結婚式を挙げるというようなニュースを目にすることも多いですよね。虎の日は、出て行ったものが必ず帰ってくる日と言われていまして、旅行に行っても安全に戻ってくることができるですとか、この日にお金を使ってもすぐにその分が戻ってくると言われています。なので大きな買い物にもいいタイミングです。ただし、出て行ったものが必ず帰ってくるという意味合いの日ですので、冠婚葬祭は避けた方が無難と考えられています。巳の日は芸術の女神弁財天の縁日です。財運アップにまつわる縁起のいい日とされています。投資をしたり、貯蓄をしたり、あとは弁財天が祀られてある神社に参拝するのにも最適な一日です。辰の日は今年辰年ですので、ちょっと取り上げたいんですけれども、龍を象徴する日ですね。金運が上昇する日と言われていまして、月の初めの辰の日に投資などをすると金運が上がると言われています。辰の日には龍神様が祀られているお寺や神社にお参りに行くといいと思います。大安は縁起のいい日として広く知られていると思うんですけれども、結婚式とかね、お祝いごとに最適な一日です。この動画では大安は他の開運日と重なる日だけ入れています。不成就日は何事も成就しない日とされていて、開運日のパワーが無効になります。ただし、このチャンネルでは宇宙の法則の観点から物事を見ていますので、決して縁起の悪い日とかね、凶日ではないということもいつもお伝えしています。
不成就日は何事もうまくいかないと聞いて不吉な日だからと消極的に過ごしてしまうのはかなり損ですので、また不成就日が来るタイミングでどのように捉えて過ごせばいいのかをお伝えする動画をアップしたいと思います。節分は季節を分けるという意味の日ですね。各季節、立春立夏、立秋立冬の前日のことです。立春は二十四節気において春の始まりとされている日で、旧暦ではこの日から新年が始まります。毎年節分の翌日なので、現代の暦では2月4日頃になります。新月は始まり、スタート、リセットを意味していまして、次の満月に向けて種まきをする日です。願望実現に向けた目標設定や願い事をするには最適な一日です。満月は完了や完結のエネルギーサイクルで、今までの結果を受け取るタイミングになります。満月は不要なものの手放しや断捨離には最適な一日とされています。エンジェルズゲートは日本では立春のことなんですけれども、占星術的には太陽が水瓶座の15度の位置に入る日のことを指します。今は最後のプレ風の時代で、今年11月からが風の時代本番スタートですけれども、その由来となっている水瓶座のエネルギーが地球にまっすぐ届く日なんですね。もしかしたら風の時代を象徴するような出来事がこの前後で起きるかもしれないですね。それと今回は占星術的な運の転換期についても少し共有したいと思います。2月5日水星が水瓶座入りするんですけれども、水星が水瓶座に入ると SNS だったりオンライン上でのコミュニケーションに運が巡ってきます。ネット上での新しい出会いを大切にされるといいですね。またテクノロジーに関しても新しい発表がありそうな暗示です。2月13日火星が水瓶座に入ります。情熱と行動の星火星が水瓶座に入ると行動範囲を広げたくなる人が増えます。普段の生活や普段の仕事以外のことや新しい世界にも目を向けたり、交流会に参加したりして、いつもだったら出会わないような人とのご縁に月があります。2月17日金星が水瓶座に入ります。金星が水瓶座に入ると偶然起きる出来事に注目です。日々起きるシンクロだったり、僕の会社の名前にもなってるんですけど、セレンディピティといってですね、意味のある偶然の一致を探すと引き寄せ力がアップする時期なんですね。偶然の再会だったり、自分が今気になっていることへの答えをなんとなく歩いている時に目にしたりだとかね、そういうシンクロやセレンディピティに意識を向けるようにすると面白い発見や大きな展開があるかもしれません。2月23日に水星が魚座に入ります。水星が魚座に入ると直感で必要な情報を取り入れたり、相手の求めていることが直感で分かったりと、宇宙とつながっている人は第六感が冴えてくる時期なんですね。で、特に海とか川とか水辺ですね、水辺に触れる機会を持つとインスピレーションが湧いてくる時期です。僕もちょうどこの時期はオランダアムステルダムでポルトガル移住の準備をしている時期なので、アムステルダムって運河の街なんですよね。なので僕も家から出て歩いて1分くらいのところに川があったりするんですけれども、僕もこの時期は川辺で瞑想なんてしようかなと思っています。以上、2月の開運日や占星術の情報をまとめてお伝えさせていただきました。今後の予定を立てる上でもぜひ参考にしてみてください。ではこれを踏まえて、この2月の重要なテーマなんですけれども、2月のテーマは男性性と女性性のバランスを取るということです。2月は節分、立春、そしてエンジェルズゲートを迎えて新時代を象徴する水瓶座の1ヶ月でもあります。しかも今は最後のプレ風の時代ということで、水瓶座に冥王星も入っているんで、本当に水瓶座の1ヶ月なんですね。水瓶座は革命家、自分軸、フレンドリー、自由主義、最新情報、独創的、義理人情に熱い、博愛精神、未来、IT、インターネット、このようなキーワードがありまして、型にはまらない自由な個性を持つ風エレメントの星座です。一つ前のヤギ座の時代はピラミッド型の伝統だったり常識を重んじる縦社会がテーマだったんですけれども、水瓶座はヤギ座の山を越えた世界観が広がっていきます。ヤギ座の時代は男性性の時代だったんで、水瓶座は女性性の時代ですよねって方もいらっしゃるんですけれども、実際には水瓶座の時代は男性性と女性性のバランスの時代なんですね。水瓶座の世界観的にどちらかだけが勝つっていうものではないですし、これは宇宙の法則的にもですね、どちらかに偏ると必ず歪みが生じますんで、これからは男性性と女性性両立できる人がうまくいく時代ということになります。男性性の象徴であるパッション、
情熱ですね、情熱を持ってどんどん進む行動力も発揮しながら、心を察するとか他人を思いやるという意味でのコンパッションですね、女性性の象徴である共感する感性も育んでいくこと、この2つのバランスを整えることが非常に今後の人生の鍵になります。ただやっぱり女性は女性性を発揮するという役割がありますので、女性の場合は女性性から学んで開花させていくことが入っていきやすいんじゃないかなと思います。でそこでこのバナーを今日表示しているんですけれども、女性性開花ですねの無料コンテンツを僕の LINE で用意していますので、これからの水瓶座の時代、主役として生きていきたい女性はぜひ動画概要欄、コメント欄、そしてこちらの QR コードから登録して学んでみてください。それから水瓶座の波動を高めていきたいという方はですね、僕が監修した水瓶座キャンドルも今期間限定でお届けしていますので、こちらも興味がある方は動画概要欄やコメント欄から覗いてみてください。ちなみにキャンドルは火を使うわけなんですけれども、火は陽のエネルギーなんで男性性や行動力、やる気を高めてくれます。ぜひ女性性開花プログラムで女性性を深めながら、水瓶座キャンドルで水瓶座の波動を高めて、そして火を使うことで男性性、やる気、行動力の面も高める、このフルセット2月はやってみてください。それからもう一つですね、この動画でも最初から10天体巡行期間だからやるべきことはどんどん進めた方がいいよって話をしてきたんですけれども、この1ヶ月はですね、左足から靴を履くということもやってみるといいかもしれません。人間の体は左側が男性性や陽のエネルギー、右側が女性性や陰のエネルギーを司っていると言われているんですけれども、風水でも大切なことがある日だったり勝負の日には陽の気を持つ左側からズボンを履いたりだとか靴を履いたりだとか、玄関から出る時も左足から出ることで陽の気をまとうことができてうまくいくとされています。この2月絶対に進めたいこと、発展させたいことがある方はぜひ試してみてください。では今日最後ですね、この2月に気をつけたいこと、要注意なことをお伝えしたいと思います。この2月に気をつけたいことは、仲間内で固まるということです。もっと言うと、同じような価値観の人同士で集まること、これは心地がいいことかもしれませんが、世界が広がりません。これ SNS なんかでも最近言われていますよね。 X、旧 Twitter なんかやってると分かるんですけれども、自分が見たい情報や似た意見を持っている人たち同士が固められてしまうっていうアルゴリズムがあるんで、これはエコーチェンバー効果と言いまして、自分たちの意見が絶対的に正しいかのように錯覚して、そして他の意見や情報に耳を傾けにくくなるんですね。これはもちろんリアルの人間関係でも起きえることで、それだと世界が広がらなくてもったいないですし、偏見にもなってしまいますので、まあ、風の時代のトレンドとは逆方向になってしまうということなんですね。ぜひこの2月は普段一緒にいないような人と積極的に会って、普段読まないようなジャンルの記事や動画にも触れて、風通しの良さを意識してみてください。多様な価値観に触れるっていうのがポイントなんですね。柔軟にあなたにとって新しいことや未体験のものに触れる1ヶ月にしていきましょう。では今日は2月の開運日と占星術、2月のテーマと開運アクション、そして2月に気をつけていただきたいことについてお話しさせていただきました。今日の動画が面白かった、役に立ったと思っていただきましたら、ぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。三輪さとしがお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。